はい、皆さんこんにちは。炭酸美容家高橋ひろみです。今回のテーマはいつの間にかできているおでこのブツブツの正体とその解消法です。皆さんは40代50代になってから特にあれおでこになんかブツブツができていると悩んだ経験はありませんか？あれ本当に嫌ですよね。お化粧のノリが悪くなったり、おでこが見えるヘアスタイルにすると周りの目が気になってしまったりという経験が私にもあります。皆さん一見あのブツブツってニキビかなって思い込んじゃってる人結構多いんですよね。でも実はそうじゃない可能性も大いにあるんですよね。さらにニキビと決めつけて安易にニキビ用の薬を使ったりしてしまうとより症状が悪化してしまうなんてことにもなりかねません。せっかくケアしているのに良くならないどころかもっと肌が荒れてしまうなんて辛すぎますよね。今日はおでこのブツブツとしてよくある3つの症状のご紹介をして、それからどのようなケアをしていけばツルツルおでこをキープできるのかをお伝えしていこうと思います。効果的に使える私一押しの炭酸美容化粧品も一緒にお伝えしていきますね。もしおでこのブツブツにイライラしてしまう生活から解放されたいと思っているなら、ぜひこの動画を最後まで見て私と一緒にツルツルおでこを手に入れましょう。このチャンネルでは40代以上の女性を対象に炭酸美容を中心とした美容情報をお届けします。絶対に年齢を理由に美しくいることを諦めないでくださいね。そして最新動画を見逃さないためにもチャンネル登録を今のうちにお願いします。それでは早速本題に入っていきましょう。まずはおでこのブツブツの正体を紐解いていきます。おでこにできるブツブツの一つ目は排流腫です。排流腫っていうのは 1,2 ミリ程度の白っぽいブツブツでニキビと比べると少し小さいですね。目の周りにできてコンシーラーで隠しきれなくて困ったことがある人もいるのではないでしょうか。排流腫は肌のターンオーバーの周期が乱れやすい40代50代ではかなりの数の人ができているというふうに言われています。なのでおでこに小さなブツブツができたらまずこの排流腫の可能性を疑ってみるのもいいかもしれません。ちなみにニキビとの違いは大きさだけなのと気になる方もいらっしゃいますよね。実は排流腫は痒かったり痛かったりというのがあんまりないんですね。基本的に普段からのケアをしっかり行えていれば自然消滅することが多い症状となっています。でもどうしても気になるなという方は皮膚科でしっかり見てもらって取ってもらっちゃうのがおすすめです。決して自分では潰してはいけません。おでこにできるブツブツの正体2個目は毛嚢炎です。こちらも40代以降になると急に増えてくるんですね。毛嚢炎は主に黄色ブドウ球菌という細菌が原因で発生します。この黄色ブドウ球菌、人の傷口にいるのはもちろんなんですが、健康な人の 20% から 30% くらいは皮膚などにも補菌していると言われています。症状としては毛穴の部分に赤いブツブツができ始めて、ひどくなると水ぶくれになったり膿も増えていきます。自然に治るものも多いのですが、進行するとどんどん大きくなって傷跡も残りやすくなるので、排流腫とは違って早めの治療が必要なんです。毛嚢炎の予防には何より皮膚を清潔に保つことが大事。汗をこまめに拭き取ってしっかり洗い流すようにしていきましょう。あと見た目の部分で言うと、毛嚢炎もよくニキビと間違われることが多いんですが、違いとしてはニキビよりも小さくていくつもできることと芯があるかないかです。ニキビって毛穴に固めの芯ができますよね。でも毛嚢炎の場合は芯ができないのが特徴なんです。ここでそれなら触って確かめてみようとかいうのは絶対絶対 NG なのでやめてくださいね。毛嚢炎を潰して膿を出したとしても毛穴の中には炎症の原因である細菌が残ってしまっていて、炎症がどんどん広がってしまう、
そんな悪夢の連鎖のような状態になってしまうんです。ちょっと怖いですよね。そしてもう一つ絶対にやってはいけないこと、それは毛嚢炎の治療に市販のニキビ薬を塗ってしまうことです。似た症状だし応急処置としてはいいのではと思ってしまう人もいるかもしれませんが、ニキビと毛嚢炎は異なる症状であって状態も個人差があります。なので薬を購入する際は薬剤師さんや調剤師さんの方に詳しく症状を伝えて自分の症状に合ったお薬を買いましょう。そして最後の3つ目はジンマシンです。ジンマシンと聞いた時皆さんはどんな原因を想像しますか？アレルギー、ストレス、様々な要因があると思います。そんな中実は40代以降になると別の要因でジンマシンになる人が増えているんです。コリン性ジンマシンって聞いたことありますか？詳しいメカニズムは解明されていないんですが、発汗を司る神経物質が刺激になっていると言われています。普段例えば運動不足だったり入浴時に湯船に浸からないなど汗をあまりかかない生活習慣の人が突然湯船に浸かったり運動したりすると急に汗をかいていますよね。そうすると普段はあまり刺激されない神経がびっくりしてそれがジンマシンとして現れているというわけです。対策としては適度に汗をかく生活を心がけること、運動して入浴時には湯船に浸かり、そして汗をかきやすくするためにきちんとした食生活と排泄、そして睡眠がとっても大事です。さてここまでで3つの症状、排流腫、毛嚢炎、ジンマシンと紹介してきました。これらのおでこのブツブツに対して普段から意識するべきことは何なのかっていうと、一番大切なことはズバリ保湿です。保湿のやり方はいろいろありますが、今回は私がお風呂上がりにやっている保湿をご紹介しますね。こちらは私が作っている炭酸の美容液です。保湿には油分と水分のバランスが良い美容液なのでしっかり保湿してくれます。ベタつかずつけ心地も良いので私はお風呂上がりに使っていますよ。ではまとめです。今回の動画はいかがだったでしょうか？今回は一見ニキビに見えるようなおでこのブツブツについて3つの症状とその予防方法もそれぞれお伝えしました。まず1つ目は排流腫です。これはニキビより少し小さな白いブツブツでしたね。続いて2つ目は毛嚢炎、これもニキビより小さい赤いブツブツのことでした。悪化するとどんどん症状が広がってしまうので早めの対処が必要です。そして最後の3つ目はジンマシン、汗を急激にかくことが原因の一つでしたね。これら全てに対して保湿が有効的な予防法でした。ただしこれはあくまでも予防としてできるセルフケアとなっているので、すでに症状がある人、しっかり治したい方は皮膚科で専門家に見てもらうことをお勧めします。というわけで、おでこのブツブツに悩まされている方、自信を持って自分のおでこを出していきたい方は、しっかりとブツブツを分析して、ツルツルおでこを手に入れましょう。今回の動画があなたの美容のためになるなと思ったら、高評価ボタン、そしてぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。こんな感じで私のチャンネルでは40代以上向けの美容をテーマに様々な美容法やお役立ちアイテムをご紹介しています。なのでこんなテーマを扱ってほしいなどありましたら、どしどしコメント欄でお知らせください。またぜひチャンネル登録をしていただいて過去の動画を見ていただいたり、最新の動画もチェックしてあなたの美容にお役立てください。それから LINE でもね、ぜひお友達になってください。手作り炭酸化粧品の作り方レシピをプレゼントしています。概要欄も合わせてぜひご覧になってみてください。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。